先日2021年6月17日、JR 東日本から2つのプレスリリースが公表された。宇都宮線、日光線に新型車両を導入します。相模線へ新型車両の投入について。いずれも房総地区に導入された E131 系が新型車両として、既存の205系を置き換えるというもの。今回はそれについて導入の狙いと今後、詳細を考察していこうと思う。まず E131 系とは何ぞやという人のために少し E131 系について述べておくと、これは2021年度ダイヤ改正により房総末端地区のワンマン化のために導入された JR 東日本の一般型電車であり、新潟支社の主力車両 E129 系の時系式として E131 という数字が割り振られている。全車2両編成セミボックスシートで、基本2両単独で運用されるが10連にも対応している。房総地区に導入された0番台は2両 1M1T、 最高速度110キロ、セミボックスシート、トイレありとなっている。さて、そんな E131 系が宇都宮地区に導入されるということなのだが、この狙いは主に3つと考えられる。1つは老朽化した205系の置き換え、1つはワンマン運転対応化、一つは運用のマルチ化である。205系は東北本線の長距離走行に耐えきれず、現在では日光線色の車両と湘南色の車両が走行距離調整のため運用を交換していることも多く、早急な置き換えが必要であった。置き換え車両導入にあたって、京浜東北線の E233 系1000番台を飛ばすだの、東海道線などで使われていた E231 系を飛ばすだのと憶測が飛び交っていたが、結局新車投入で片付けられてしまっている。これについては後で述べることとする。続いてワンマン化であるが、 JR 東日本では京浜東北線までもワンマン化する説が浮上したなど、人件費を削減するために努力をしている。そう考えると宇都宮地区のワンマン化は妥当であろう。続いて運用のマルチ化であるが、現在の205系は所属車両センターへの運用で小金井まで来ているのだが、E131 系は小山まで来るというのである。小山車両センター所属である以上、小山まで乗り入れるのは不思議ではないが、塗装を日光線色に統一し、4両編成から3両編成に減車していることを考えると、運用には大幅なテコ入れがされる可能性がある。そんな E131 系宇都宮地区用600番台は3両編成 2M1T、 最高速度110キロ、オールロングシート、トイレありとなっている。北関東オールロングはもはや仕方がないことなのか。また導入編成数は15編成で、現在の205系は日光線色湘南色合わせて12編成であることから、10連運用が組まれるのか、運用範囲が広がるのか、新車導入で編成数が増えるというのには何かしらの理由がありそうだ。また E131 系のプレリリースには、ジョイフルトレイン化改造されつつ日光線で運用されているイロハについて言及がなく、退役するのか残存するのか気になるところである。それでは実際にプレスリリースを覗いてみよう。車体デザインは房総地区にのっとったものになっている。また電気連結機を備え、充電にも対応できるようにしている。車内はモケットが中央線の E233 系0番台にそっくりなのであることが一番気になってしまう。なお E131 系0番台のモケットは南部線の E233 系8000番台に類似している。投入時期は2022年春となっており、総合車両製作所ニーツ事業所は1日1両のペースで新造をしていること、すでに実車が出ていること、ダイヤに変更が加わる可能性が高いことを考えると、一斉置き換えをしてもおかしくない。いずれにせよ記録はお早めに。続いて相模線に導入される分について、こちらは完全に205系の置き換えが目的だと思われる。運用区間両数変わらず、相模線と一部横浜線乗り入れ列車、4両編成、電気連結機なし、オールロング、さらにトイレなしという仕様で、ワンマン運転に対応しているところが主な変更点。そもそも相模線に導入されている205系は仕様が特殊で、仕
非常用扉を設けているものの、地下鉄で運用されたことのない。さらに相模線で生まれ、相模線で引退する。転属のない珍しい205系でもあるという謎の車両である。まだまだ走れそうだっただけに少し残念だ。編成数は205系13本に対して E131 系は12本。新車あるあるの故障減ったから予備編成減らしていいよねスタイルだと思われる。デザインは0番台600番台と若干異なり、湘南の海の波をイメージしたような独特なデザイン。導入時期は今年秋以降と相当導入が早い。205系500番台の記録もお早めに。最後に今後の見通しであるが、今回相模線及び宇都宮地区に新車が投入されたので、早期置き換えが懸念されるのは、房総地区209系、高崎地区211系、長野地区211系、南部支線鶴見線205系、仙石線205系である。一つ目の説として E235 系近郊型を湘南色で導入し、既存の E231 系を置き換え、それで上記の線区に投入するという説があったが、これは諦めたという噂がある。もっとも近郊型の運用はどうにかならないかと思うところがあり、特に横須賀線、総武快速線の付属編成が前寄りに連結されていることによるグリーン車の位置の違いなどは、解決できるのであれば早いうちに解決してもらいたいところである。また常磐線の E231 系も果たしていつまで使われるのか疑問であり、常磐快速線専用という扱いにくさを考えると、オールロングの近郊型が増備されてもおかしくない。二つ目の説は、京浜東北線のワンマン化に際して新形式で E233 系を捻出し、単編成化した上で上記の線区に投入するという説だが、こちらも本当に可能なのか疑問である。そもそも京浜東北線にはまだ踏切やホームドア未設置駅が多く存在し、そんな路線をワンマン化して安全性は保たれるのか。また E233 系は京浜東北線向けだけで82本残存し、これだけの編成を置き換えるのにはまだまだ時間がかかってしまう。もっとも上記の線区をワンマン化するために E233 系を改造するのであれば、元から E233 系をワンマン化した上で京浜東北線に残せばいいということであるので、どうも現実的とは言えなさそうだ。そう考えると延命工事をできるところまで施し、最終的には新造車両で置き換えるのが無難そうである。209系はもともと寿命半分のはずだったが、結果的にまだ運用につけそうだし、211系ももう少しなら運用につけるかもしれない。また高崎地区や長野地区は、近くの新潟地区や信濃鉄道が E129 系および SR1 系というサスティナ S23 シリーズの車両が導入されており、これをベースにした車両が導入される可能性も大いにあると考えられる。また中央線では新たにグリーン車の組み込み工事が進む中、 E233 系の運用範囲が拡大するのか、または新車にグリーン車が組み込まれるのか、中央線でのグリーン車組み込みは前向きに検討されている模様である。いかがだっただろうか。プレスリリースをもとにそれに発展した内容を考察したわけであるが、もちろんこうと決まったわけではない。風の噂や個人の見解を往復含んでいるので、一意見として捉えていただきたい。また他に予測や噂を聞きつけた方はコメント欄に書き込んでもらえると必ず確認して考えるので、ぜひお願いしたい。果たしてどうなるのか。消えゆくものの記録はお早めに。